うわー、スイパーだよ。マグマダイブでやられちゃったよ。なんでダメージ食らってんのかわからない。ラビッチャーウジョンさん助けて。皆さんどうも、ドイヒーです。ツッコミ役のツコミタロウです。今日もよろしく、アゴマッチョくん。変なあだ名つけないでよ。今日はマインクラフトでバカキンにドッキリをかけていこう。恒例のドッキリシリーズか。バグのせいでスキンがこのままだけどやっていこう。頭が伸びたのもバグのせいかな。それは変なカツラをかぶってるからだよ。いろいろとドッキリを作って、なんと合計6個も作っちゃったよ。すごいたくさん作ったな。そして最後のドッキリ、すごいのが見えちゃってるよ。見えてても大丈夫、どうせバカキンだから。どんだけバカなんだよ。それじゃあバカキンを呼んでいこう。おい、バカキン、バカキン。はい、僕を呼んだのは君たちかい。名前はなんて言うんだい。僕たちのことは忘れたのかよ、バカだな。僕の名前は天才マンって言います。嘘つくなよ、ドイヒだろ。そんなことよりもバカキン、僕のワールドに来てよ。はい、やってきたよ。あの家の中にお宝があるみたいだから取ってきてよ。お宝、嬉しいな。じゃあ取ってこよう。何回お宝に騙されてんだよ。それじゃあこの部屋に入ってみよう。あ、お宝発見。下からクリーパー登場。やられちゃったよ、アジュビジュバーン。下からクリーパー登場。やられちゃったよ、アジュビジュバーン。まさかクリーパーが出てくるなんてびっくりした。もう一度お宝取りに行こう。あ、やられちゃったよ、アジュビジュバーン。何回もやられすぎだから。だって諦めたくないからね。ようやくお宝ゲットだ。ドイヒーくん、ダイヤモンドゲットしちゃったよ。そんなのどうでもいいから次行くよ。冷めてるな。その前に今のドッキリの作り方。穴を開けてそこにボムボムキャベツマンをいっぱい置いておく。そして粘着ピストンについたブロックの上に足場をどんどん作っていく。そして足場の上にはコンクリートパウダーを乗せていく。粘着ピストンを引っ込めたらパウダーが落ちてボムボムキャベツマン登場。みんなもこのドッキリを友達に仕掛けて友達をなくそう。友達なくしちゃダメだよ。それじゃあ次のドッキリ行ってみよう。バカキン、次はこっちだよ。はい、お待たせ。なんでバックでやってきたんだよ。あの家にお宝があるから行ってみてよ。お宝だって、嬉しいな。さっきあんな目にあったのにもう信じてるよ。次はどんなお宝かな。あれ、ドアが開かない。鉄のドアをボタンを押したら開くよ。なるほど、ボタンを開けて中に入っていこう。あった、宝箱。この中にはまたダイヤが入った。やった。それじゃあ外に出よう。あれ、開かない。どうしたらいいんだよ。ずっとここに閉じ込められちゃうのかな。閉じ込められるだけのドッキリ。これはドッキリ失敗、アジュピジュパー。閉じ込められてるから今のうちに手直しをしよう。マグマが出てきた。燃えてくれるからあとは見守ればいいだけだ。いい感じに燃えてきたぞ。どうやって出ようかな。急に壁が燃え出した。一気に炎が広がった。早く逃げ出さないとやばいな。火が出てくるだけじゃなくてマグマも上から垂れてきた。こんなのどうやって逃げ出せばいいんだよ。すごい近くまで火が来ちゃった。こうなったら強引に抜け出そう。あー、ダメだった。誰か助けて。あー、ダメだった。誰か助けて。結局やられて、あちょぺちょぱー。ドッキリ大成功。一回失敗してたけどね。ダイヤが燃えないうちに取り返すんだ。あー、やっぱりダメだった。もうダイヤは燃えちゃってるよ。それじゃあ今回のドッキリの作り方は。失敗したドッキリの作り方知りたくないけどね。天井に発射装置を仕掛ける。ここからマグマが出るようにするんだ。そして発射装置が見えないように木材で隠す。木材なら燃えてマグマ登場と思いきや失敗しちゃったね。だから木材は置かなくていいかも。
をしてトラップチェストを開けるとピストンが動いて一番下のイチゴポッキーを壊す。イチゴポッキーじゃなくてレッドストーンの松明ね。一番下を壊すと上が反応して発射装置に力が伝わるというわけ。みんなもよかったら友達どころか親友に仕掛けて親友をなくそう。だからなくしちゃダメだって。ダイヤなくなっちゃったよ。もしかしてこれってドッキリだったの？今頃ドッキリって気づいたのかよ。ドッキリにかけてごめんなさいと見せかけて頭皮見せてるだけ。頭皮見せてるだけかよ。ちゃんと謝りなよ。バカキン、次はこっちだ。こっちにお宝があるぞ。やった、お宝もらえるの嬉しいな。ゆっくりと通り過ぎてくんじゃないよ。次はあそこにお宝があるみたいだ。わかったよ、行ってみよう。今度の宝箱の中身は何かな。ダイヤモンドかな。あ、ダメージ食らった。なんで敵がいるようには見えないぞ。なぜかやられちゃった。なぜかやられちゃった。何度やってもやられまくりで、あちぴちぱー。だけど今回はダメージ食らわずにダイヤモンドゲットすることができたよ。やったよダイキー君、ダイヤゲットできたよ。それダイヤじゃなくてうんちだよ。うんちではないだろう。さあ今回のドッキリどうやって作ったかというと、フグを使ったドッキリ。カーペットの下にフグを入れといたんだ。だけどフグを出してからカーペットつけるのが大変だったよ。序盤は良かったんだけど終盤に行くにつれて水がなくなって、その間にフグが逃げ出しちゃうよ。だから先にカーペットをつけといてそこにフグを流す方法がおすすめかも。これで最後のカーペットをつけて出来上がり。これでフグの上を歩けばダメージを食らう。みんなもよかったら友達にフグを食べさせてみよう。毒があるから絶対にダメだよ。さあ次のお宝はこっちだよ。早くおいで。もういるから。あの UFO の中にお宝があるみたい。よく見えないけど上で手振ってるな。あの中にお宝があるのか。それじゃあ上に上がって行こう。 UFO に吸い込まれてってる。上まで到着。中に入ってってみよう。中には TNT 爆発する。逃げろー。ああやられちゃったよ。あちょぴちょぱー。逃げろー。ああやられちゃったよ。あちょぴちょぱー。ドッキリ大成功。さあ今回のドッキリどうやって作ったかというと、だいたいどうやって作ったかわかるけどね。まずは空高く UFO を作る。そして中にトリップワイヤーフックで仕掛けを作る。この仕掛けに反応するように TNT を置く。そして上まで上がってくるように水もつけておく。水で上がってきた時に頭が糸に引っかかる仕組み。あー間違って糸触っちゃった。 TNT 消せないかな。ダメだった。せっかく作ったの水の泡で。あちょっぴちょっぱー。何やってんだよドヒー。とりあえず頭で糸触るドッキリ。さあ次はこっちにお宝があるよ。なんで上から登場したんだよ。あの中にあるみたいだよ。よし次こそはダイヤモンドゲットするぞ。まずは鉄のドアだからボタンで開けて中に入る。そしてチェストを開ける。ダイヤだってなんだ。いつの間にかやられてるってなんだ。いつの間にかやられてる。なぜか敵がうじゃうじゃ。こうなったら敵を倒してダイヤモンドゲットしてやる。鉄のドアがあるから外には出てこれまい。時間はかかるけどじっくりと倒してやる。なかなかしぶとくて大変だよ。そろそろやられてくれないかな。ああ結局やられちゃったよ。あじゅっぴじゅっぱー。ああ結局やられちゃったよ。あじゅっぴじゅっぱー。ドッキリ大成功。このドッキリどうやって作ったかというと、作ってる映像が消えちゃいました。あじゅっぴじゅっぱー。だから簡単に説明。絵の後ろを隠し通路にするドッキリ。だけど絵の後ろに通路を作ると絵が消えちゃうので、トラップチェストを開けると吸着ピストンが引っ込んで隠し通路が出てくるというドッキリ。これは友達に仕掛けなくていいや。これはいいのかよ。っていうかどれも友達に仕掛けちゃダメだから。さあ次行くよ。なんでバカキン埋まってるんだよ。
次のドッキリはこちら。もうドッキリって言っちゃった。今度こそお宝をゲットしてやるぞ。これでドッキリって気づいてないのかよ。この上にお宝があるのかな、楽しみだな。落ちていく。そして下にはバケモン、こいつらにやられちゃったよ。あじゅっぴじゅっぱー。そして下にはバケモン、こいつらにやられちゃったよ。あじゅっぴじゅっぱー。もしかしてこれってドッキリ？今頃気づいたのかよ。ごめんなさい、と見せかけて頭皮見せてるだけ。また頭皮見せてんのかよ。このドッキリどうやって作ったかというと、穴に落ちてラビッチャーがいるドッキリ。説明が雑だな。というわけで今日はここまで。ドッキリのリクエストがあったらコメント欄に書いてね。あと高評価もよろしくお願いします。それじゃあまたお会いいたしましょう。バイバイバイ。ポンポロピー。チャッ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 チャンネル登録よろしく。